トーマスの箱です。トーマスにもらった不思議な箱、それを開けてみることにいたしましょう。よいしょ、ということで、おや、このお便りで、ああ、そしてこの曲が流れてまいりました。名曲が流れております。小林幸子さんの思い出酒、聞いていただいておりますけれども、はい、お便りもいただきました。ガッツ一文さんでございます。6月13日から始まる小林幸子50周年記念ツアー、はい、これが始まるぞということで、そのツアーは一つの大きな目玉がございます。昨年紅白歌合戦用に準備しておりました豪華衣装をそこでご披露させていただきます。そうか、この間は残念ながら紅白に出場されなかった、ね、はい、されなかった理由がまさにこれ、今度あそこで披露されなかった衣装云々に絡む話じゃないですか。そうでしたっけ。紅白にかかるこの衣装、私だったらこんな費用もかけずに作ってみせますよと、うんうん、マネージャーやら社長やらの間でいろいろ確執があって、はい、その確執がちょっとなという NHK の、はい、まあその判断になり、出場できなかったとも私は解釈してますけどね、うん、その会社、あの出場できない理由というのはね、はい、その衣装、茨の衣装とかちょっとテレビで見ましたね、うん、あ、そうなの、茨のような衣装なの、はい、そういう、まあ一遍ちょっと見てみな分かりませんけれどもね、いろいろあっただけにまさに夢の衣装となりそうですね。うん、で50周年の記念曲はさだまさしが手掛ける蛍前線というのが発売されることに決まりました。ねえ、さだまさしさん、はい、ね、蛍前線、うん、いやー、さだまさしとは残念です。あ、残念がってますよ。どうして？幸子ですから、バンバ博文に手掛けてもらいたいです。バンバンの幸子をもじったさーちんこーと、こういう風にね。うーん、なんか余計な運が挟まってませんでしたか。あ、さ、さちこ、さちんこ。いやいや、なんか、うんが余計なんだ。これ君、君、何？関西人の割に何を言ってるんですか。何？バンバンはバン、バンバヒロフミ。そうそう、バンバン、そうです。東京の人はババさんやで。まあそうや。ね。うん、柳のバンバおしこ、柳のババとはあんまり言いません。うん、京都の人、うん、関西の人は、はい、東は品がし。うん。うん、まあ品がしの方、まあまあ言うな、運の字を入れる、うん、その癖でさあちんこ、そこに入れなくてもや、そさんちこじゃダメなの。やっぱ入れどころ、入れどころで、なんで入れどころで、ちんちんだけに入れどころがある。やめてください。どうしても、たもないやないか。本番中にマジで笑うのやめてくれるか。歌もないや。だからみんな通常たちね、午前中お茶飲んでお菓子食べて笑ってるだけやない。そんな仕事らしいわこれ。20年続けるはずやわこんなもんな。楽なもんやもんな。本当だ、本当だ、本当に失礼いたしました。まあそんなことで、小林幸子さんの新しいまたね気持ちでもって歌う50周年からの活躍、応援したいと思います。